こんにちは。暗号通貨ニュース速稼塾の久保でございます。今日はね、またね、楽しみなニュース2本お伝えしようかと思います。暗号通貨もうね、伸びきっちゃってこれ以上はないんじゃないかなと。これから本当に値上がりしていくのかな、ガチ押してても大丈夫なのかなという方に、一つの指針になるかと思います。まずは一つ目です。私の大好きなコイン月光からなんですけども、メールが来ました。こういうふうに書いてますね。週末がやってきました。月光図、月光図っていうのはイモリとかヤモリっていう意味でしょうね。トカゲみたいな生き物です。で、銀行の巨人はビットコインの制度的魅力を再認識し始めていますね。あらゆる銀行がもうね、暗号通貨に自分たちの活路を見出してるってことなんですよね。で、フィナンシャルタイムズは最近、シティグループが取引、ウォレットカストディアンシップ、その他の金融サービスを含む暗号関連サービスの開始を計画していると報告しました。計画しているということは実行が来るってことですよ。シティグループがね、ついに暗号資産の方に入ってきたってことですよね。で、シティの外国為替の責任者であるこのイタリーさんは、去年以来 BTC に対する顧客の関心が非常に急速に蓄積されていると述べています。当然ですよね。シティ銀行を介して BTC にお金が流れているわけですから、これは BTC を持っていないと、うちの銀行からどんどんね、預金額が引き出されるばかりだぞっていうふうに感じていると思います。シティは暗号通貨市場への参入を熱望している多くの金融機関の一つに過ぎません。そうなんですよ。シティ銀行って、多くの銀行が暗号通貨に行かないといけないなっていう中の一つに過ぎないんですよ。ですんで、銀行全体の規模から見ると、どれほどのね、お金が暗号通貨に流れ込んでいくのか、今までの比ではないんですよ。最近100兆円を超えたっていう、ね、暗号通貨市場の規模が語られましたけども、それどころではないんですよ。これがね、数倍になっていく、場合によっては10倍くらいになっていくんじゃないかなと思います。で、他のウォール街のプレイヤーはモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・ニューヨーク、メロンが含まれるということなんですけども、これのね、巨大な銀行がガツッと来るわけですよ。で、本日のニュースではゴールドマンが BTC デリバティブを提供し、ノキアが独自のエンタープライズブロックチェーンを立ち上げ、インターネットコンピューターが本日稼働するということで、続々と新しいニュースが入ってきているということがお分かりなんじゃないかなと思います。ちょっと難しかったですかね。で、2つ目のニュースなんですけども、これさらっといきましょうか。ゴールドマンサックス、ビットコインの新たなデリバティブを投資家に提供ということですよ。これもう意味わかりますよね。 BTC のデリバティブがゴールドマンサックスによって提供されるということです。もうさすがゴールドマンサックスとかね、モルガン・スタンレーとか、儲かるやつは何でもやるんですけども、ついにビットコイン来たかって感じですよね。巨額資金がこの背景に流れ始めるってことなんですよね。さあ皆さん、ビットコインもうすぐ終わると思います？これからだと思います？やっと本格化じゃないですかね。無名なビットコインが一部のマニアックな投資家に受け始めた、その実績をもとに本格的な資金流入が起きるのがこれからなんじゃないかなと思います。最近もありましたよね、6兆円ぐらいの規模の資産が流れ始めるというニュースありましたよね。暗号通貨市場に大きな期待をしているのは我々ではなくてですね、これから本格的に本物の投資家が入ってきます。巨額な資金を携えて、それこそ何千億という束で入ってきますからね。一気に価格がガツンと上昇したりとかね、それから小さく下がったりということを繰り返して、これからも上昇していくんじゃないかなと思いますけども、皆さんはどう思われますか？それでは本日も暗号通貨ニュースいってみましょう。